プテラ高橋です。今日も人狼ジャッジメントやっていきましょう。早速何の役職が来るのか。人狼かよ。黒猫を選んだんですが、人狼まあいいでしょう。一回ちょっと人狼の動画もう上げちゃってるんで、まああんま良くないんですけど、この配役での人狼は2回目ですね。よろしく。黒猫出ても欲しいね。相方誰だ、相方。メアリー。相方メアリー。相方はメアリーです。返事がない。10秒前。連動出る。それで行きましょう。OK。いや、黒猫が占い師に出てくれないとほぼ罪なんですけど。まあ、占い師出てくれるでしょう、きっと。うん、期待したい。これな、まずここの駆け引きがまずあるんだよな、この配役。人狼が出るか占い、あ、それ黒猫が出るかみたいな。お願い。よろしくお願いします。カミングアウト。あ、やばい。カミングアウト。いいかな、多分。いいかな。スラやめろ、スラ。うわ、スラ。カミングアウト、カミングアウト。やカミングアウト。うわー、黒猫に出た。あー、1、2。きつい。平和な、平和だな。これはね、霊能に来たか。どうしよう。これはもう、ひたすら占いから避けるしかない。もうずっとマジか、つってる。ずっとね、これはもう早く彼を仕留めないと。トーマス神確定だから、トーマスの信仰に従うわ、これは。で、今日はもう狩人噛まないと命がない。いや、きついな。黒猫と狼で出たかったけど、これもし藁人形が噛まれた場合、霊能の片方、霊能の片方を、道連れをね、道連れを視野に入れるべきかなっていうふうに。こうすれば、藁人形が噛まれて、スーさんが藁人形だった時に、霊能言ってくれるかもしれないから。グレー、藁人形にグレー行かれるとかなりもうほんときついんで。指定ヒュー。よかったー。よかったよかった。相方メアリーなんでね。とりあえず、ない。これ別に回避先ないんだよな。期待よろしく。期待よろし
フォーマンスかけて神に行くのもありだな、もうもはや。時短よろしく。時短よろしく。いやーでもなー、さすがにないか。さすがにないか。さすがにないので。裏勝てよ、マジでとか言ってるし。スーザンだな、今日は。トーマス一点守りで。もうひたすら村目を。30秒前。スーザンが安全かな。まあそうだな。と見せかけてスーザン。後で悲しい話。10秒前。DJ 本当いらん。いや、スーザン。スーザン、狩人がけするか、一応。なんか、狩人感あるよな。いやー、多分今日占われるようなことはないと思うんだけど。大丈夫だと思う。返事がないんだよな。寂しいな、返事がなくて。カリウド CO がこれガチなパターン。あのスライドじゃなくて、あの、ガチのパターンあると思う。まあ、噛めるよね、さすがに。おはよう。普通だな。おはよう。いらないだろう。うわー、メアリー黒。メアリー単釣りで。つらすぎ。マジか。まあこれはしゃあねえ。どうしようもない。連続ありだからひたすらトーマス時短よろしく。時短よろしく。守っちゃっていいよって。時短よろしく。ハート。時短よろしく。いやきついわ。どうしようかな。まあでも今日トーマス神に時短よろしく。もう一日我慢しても占われなそうだけど、まあ一応ね、霊能に、霊能に黒で、黒猫潜伏ってパターンがあるなら、時短よろしく。永遠に黒は出ない。もう黒は出ない。これはまあ時短よろしく。時短されちゃうか。落ちたのかな。てかいないじゃん。まあ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 関係ないか。もう残りグレー誰。全員か。
ングレか。レーノーロラはないな。レーノ魔法値でいいね。レーノ魔法値でいいってこれ言いまくってるジェシカを黒にしたいな。もう一日我慢できるのかな。30秒前。あーまあでも行くしかないか。ちょっとこれで村目取ってほしいな。噛まないよ。まあトーマスかな。でもトーマスかな。スーザンがなんかね狩人臭出してたんだよな若干。だからいけっかも。なんかジェイかも。ジェイかスーザンが多分狩人だと思う。ジェイもなんか、狩人感出てたな。サンドラが、ロラなしとか言ってっから、サンドラをなんとかあの、狼に仕立て上げたいんで、うん。今サンドラと、リリアンで狼合戦したら多分勝てる。からまあ、でもあとジェシカワンチャン仕立て上げられそうだな。カメロよし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 来た来た。スーザン狩人か。いやスーザン狩人っぽかったよな。よかったよかったよかった。えジェイはなんだ。なんかわらか。ジェイも狩人っぽかったけどまあ普通に市民なのかな。いや、ワンチャンス。わら人形を出すしかないね、これは。いや、いけるぞ。おはよう。きつ。わら人形の進行。カミングアウト。あー納得。ジェイタン進行よろしく。まあジェイか。うん。なんかあると思ったけど、わらか。バニラ、早い。早い。よし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 。霊能は平気かしら。こうやって自分指定されてるわけでもないのに、霊能の心配をする。それ、あ、サンドラも乗ってきてくれてる。今日外せばね、村目 RPP だからね。猫かな。これで、レノに黒いて、で、ヒューに怒られたら嫌ねって。どうですかこれ。なんか怖い怖いなーみたいな。アンナ、うん、
バニラもかなり静かになってるところを見ると、終わりそうね。終わりそうかしら。いやー、問題は明日なんだよな。終わらなければそうなるわね。外せば PP だから、 PP じゃないんだよな。ランダムよ。いや、これそうじゃないぞ。RPP じゃない。RPP なんかいう高確率の勝利じゃないぞ。J は確実に噛まれないだろうから、まあ。道連れは期待できない。時短よろしく。え、これ待って、もうこれ、時短よろしく、時短よろしく。正直わかんねえ、アンナとジェシカどっちか。話し合っても何も生まれない。時短よろしく。そんなことはない。時短よろしく。話し合いで生まれるものはある。え、てか今日でしか、それはなぜだ。ならサンドラ、なぜだろう。バニラに入れていい、いいと思う。え、これこつらせる。いや、それは負けになるよ。これ明日ランダム BP じゃないんだよな。30秒前。まずアンナとジェシカどっちが霊能者シーンなのか、じゃあ黒猫なのか分かんないし、ここでサンドラ噛んだらリリアンが確実に狼になるから、まずアンナとジェシカどっちが黒猫か見定める確率で2分の1で、でその後になんかサンドラが、サンドラが怪しいこと言ってるけど、うん、これ終わんないから。で、アンナとジェシカどっちが黒猫か分かんない。まあちょっとアンナの方が黒猫っぽいけど、まあ分かんなくて、でその後じゃあジェシカ、新霊能のジェシカに、リリアンとアンナが参ったとして、でジェイとジェシカがリリアンに入れてくることは間違いないから、まず黒猫見定めから2分の1して、で、ランダムピーだから4分の1でしか勝てないんだよな。今日 J かな、これ。サンドラ噛んだら4分の1でしか勝てない。アンナと J しか正直ちょっと分かんないから。でも J 噛めば、J はリリアンとサンドラの2択なはずだから。え、これ J じゃね ?10 秒前。これ J だ。J 噛んで、リリアンとサンドラ、の二択にかけるしかない。だからサンドラがなんか今ちょっと怪しいこと言ってたから、ランダム PP できるみたいな感じの雰囲気出してたよな。頼む！お願い！ J 噛んで、よしよし。頼む！これでサンドラ打ち抜いてくれれば勝ち。頼む！殺さないでくれ！
お願い。お願い、殺さないで。お願い。やめて。どうか。いや、でも、リリアンとサントラならリリアンの方が白くない？リリアンとサントラだったらリリアンの方が白くなかった？10秒前。どう？お願い。頼む、頼む、頼む、頼む。頼む、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 マジで。なんでだよ。なあ。くっそー。くっそー、負けたか。いやー、まあまあ、頑張ったよ、でも。うん、楽しかったか。いや、このルールほんと楽しいわ。いやー、マジか、負けたか。負けか。はい、はい。参りました。いやー、ありがとうございました。いやしょうがない、今のはしょうがなかった。うん、あんな分かってくれてたの多分。レノどっち、どっちにも黒猫使用されたらきつかったもんね。J に選んだのそりゃそうだよな。でもあれは指定先ないもん。J でランダム勝ったとしてもあの藁人形で負けるから、サンドラ言ってくれることを祈った。やられたか。いやでも占い進確定状態から巻きかうまくやったよ。つらかったわ。いやー発想いい。うん、まあでも今のはあれが一番、いや今のはまあ、スーザーかわいそう。あのスラって白出しはきついよな。噛まれるわ。初日帰ると白出しはきつい。まあそうだね、こっちにも占い進化してつらかったけど、まあ、若干運はあったなっていう。楽しかった。いや楽しいよなこれ、このルール楽しい。はい、以上。ああそうね、またあのこれからもちょっとずつこれあげたいと思います。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いいたします。関連動画もよかったらチェックしてみてください。ではまた。